はいどうも、皆さんこんにちは。今回は久しぶりにリクエストをもらいましたので、道長の父、兼家についてお話ししていきます。兼家について理解するためには、ちょっと今までに解説した知識では足りないので、まずは平安中期の人々がどんな生活をしていたかについてお話しし、その後兼家についてお話ししていきます。皆さん、源氏物語って知ってますよね？紫式部が書いた平安時代の京都を舞台にした物語です。源氏物語を聞くと、なんかお堅い話っぽいなと思ってしまいますが、そうではありません。例を出して例えると、最近流行った映画に君の名はって映画ありましたよね。あの作品の舞台は現実世界の東京なので、東京都庁とか iPhone とか、現代の生活に関連するものがたくさん出てきていました。私たちの子孫が1000年後、君の名を見たらきっと、ほうほう、2010年代の人々はこんな生活をしていたのか、というふうに勉強することができると思います。源氏物語もそんな感じです。その頃に書かれた物語を読むことで、1000年前の人々の生活を知ることができるんです。今回お話しするのは、その中でも平安時代の名前についてと、平安時代の結婚についてです。さて、源氏物語の主人公についてくらいはお話ししておきましょう。源氏物語の主人公は、光源氏。彼の父親は帝、つまり天皇。そして母親は、桐壺の皇位です。さて、ここで平安時代の名前についてなんですが、桐壺の皇位。なんか変な名前だなと思いますよね。実はこれ、本名ではありません。というか、本名は分かっていません。なぜかというと、当時の人々は自分の本名を他人に教えるようなことはしなかったんです。なので、名前が残っていないっていうのはよくあることです。じゃあ、人を呼ぶときにはどうしていたのかっていうと、住んでいる場所の名前であったり、働いている役職の名前であったりで呼んでいたんです。桐壺の皇位って人は、内裏の中にある重井佐という建物に住んでいた設定でした。重井佐は実在しましたが、桐壺の皇位は架空の人物です。この重井佐の庭に霧が植えられていたので、重井佐のことを通称で桐壺と呼んでいたんです。そして、皇位というのは位のことです。つまり、桐壺の皇位というのは、桐壺という場所に住んでいる皇位の位の人ということですね。男性も同様です。東三条に住んでいるから東三条殿、少々をしていたから少々殿って感じで呼ばれていました。しかし、代理で仕事するような政治家の男性は書類に本名が残っていることが多いんで、歴史上有名な平安時代の男性は本名が分かっているんです。さて、もう一つのお話、平安時代の結婚についてですが、当時は一夫多妻制なので、光源氏には恋人がめっちゃいます。その恋人たちにもそれぞれの家があるわけですよね。つまり、結婚していても2人は別の家に住んでいました。そして男性の光源氏は、今日はどの家に遊びに行こうかなって感じで妻の家に通うんです。ちなみに、子供が生まれたら男性の家ではなく女性の家で育てていました。つまり、今まで勉強したことで例を出すと、門徳天皇が藤原さん家に行って、明恵子が子供を産んだから藤原さん家でその子供、清和天皇を育てるということです。小さい頃から母方の家で生活をしながら育つんで、外祖父である藤原義房が力を持てたんですね。さて、前置きがすごく長くなってしまいましたが、今お話しした名前のことと結婚のことを頭に入れた上で聞いてください。藤原の兼家についてでした。藤原の兼家は諸助の息子です。兼家については大きく2つに分けてお話しします。妻との話と兄との話です。まずは妻、藤原の道綱の母との話です。なんでこんな名前なのかは先ほど話した通りですね。皆さん、陽炎日記って名前だけでも聞いたことありませんか？陽炎日記っていうのは藤原の道綱の母が書いた日記で、前半部分はほとんどが夫である藤原の兼家に対する愚痴なんです。今でもツイッターに今日会ったことを愚痴っている人とかがいますよね。そんな感じです。この陽炎日記から見て取れるんですが、兼家は相当なプレイボーイでした。いろんな家にいろんな恋人がいたんです。まあそのくらいなら平安時代では普通なんですが、兼家は誰かの家に行くときにわざと他人の家の前を通って相手をがっかりさせて楽しむ性癖の持ち主です。つまりどういうことかというと、 A さんの家に行くためにわざわざ B さんの家の前を通る。すると B さんは、私に会いに来てくれたのねと思って家の前の門を開け、
警備員である侍をひざまずかせて、お帰りなさい、待ってました、と言わんばかりの状態を作ります。しかし金家はそこを素通りして A さんの家に行くということを何度もするんです。そんな金家に対して、今日もあの人はあんなことをした、こんなことをしたと愚痴っているのが陽炎日記です。若き日の金家について知る重要な資料になっています。さて次に金家とその兄たちとの話です。アンナの変で藤原氏は為平親王が即位することを防ぎ、森平親王を即位させることに成功します。彼が円雄天皇です。この時に皇太子は諸定親王と決まりました。諸助の子供には惟忠、兼道、兼家、この3人が有名で、最初に実権を握ったのは長男の惟忠でした。円雄天皇の時には長男の惟忠が摂政として実権を握るんですが、この時に兼家が次男の兼道よりも出世します。そんな時惟忠が病気になって摂政を辞任してしまうんです。もちろん兼家は次男の兼道よりも出世してたんで、次に実権を握るのは私だと思っていました。しかし兼道が天皇の母からの遺言を授かってたんです。その遺言には、摂政と関白は生まれた順番で決めることと書かれており、円雄天皇はその遺言に従って次の関白を兼道としたんです。役職的には次の番は自分だと思っていたのに、遺言によってそれがひっくり返されてしまったんですね。こうやって兼家の出世は遅れるんですが、兼道も重病にかかってもうすぐ死ぬという状況になります。さあそんな状況、家で最後の時間を過ごしていた関白兼道ですが、何やら外が騒がしくなってきます。あの音はなんだと兼道が家来に尋ねると、弟の兼家様がこちらへ向かってきていますと言われました。それを聞いた兼道は、今まで散々争ってきたが、やはり兄弟、ついに死の間際に見舞いにやってきたかと喜んで、家来に部屋を片付けさせて兼家を待ち構えていました。しかし先ほど話したように、兼家はわざと家の前を通り、相手をがっかりさせて喜ぶ性癖の持ち主なので、死ぬ寸前の兄兼道の家の前を素通りします。そして向かった先は天皇のいる宮中。兄の兼道はもうすぐ死ぬから、次の関白はぜひ私にと言いに行ったんでした。それに兼道はブチギレて、死ぬ寸前というのに起き上がって天皇の元へ駆けつけます。そして最後の人事を行いますと言って、関白をいとこの頼忠に譲り、兼家を右大将から自部教へと格下げするんでした。結局兼家は兼道が死んだ後に右大臣へと返り咲くんですが、左大臣にはすでに頼忠がいます。ここで出てくるのが兼家の切り札、娘の戦士です。戦士と円雄天皇を結婚させ、見事男の子を産ませるんでした。しかし円雄天皇としても気まずいです。なんといったって頼忠の娘も円雄天皇と結婚してたんで、頼忠にも外祖父になるチャンスはありました。しかも頼忠と兼家だと左大臣である頼忠の方が格上。このような状況を見て円雄天皇は、すでに戦士のもとに男の子が生まれてにもかかわらず、頼忠の娘を皇后にするんでした。天皇がそこまでしてしまったら、兼家にはもはや打つ手なしと思ってしまうんですが、兼家の権力欲はめちゃくちゃ強いです。打つ手なしなんてことは彼にはありません。なんと兼家は戦士と戦士のもとに生まれた王子を宮廷から家へと連れ帰った上に、兼家の家系の人々はもう宮廷に仕事しに行きませんと言ってストライキします。赤穂の紛議で元常がやった手法と似ていますよね。まあこうなると他にちゃんとした後継者がいないので逆らえません。結局円雄天皇が折れて、円雄天皇が上位するときには戦士の息子を皇太子にすると約束したことで、この戦いは終わりました。さてこうして円雄天皇が上位して、諸定親王が即位、火山天皇となったときに戦士の息子安仁親王が皇太子となります。さて火山天皇の頃の話ですが、安仁親王が皇位を継ぐことが確定し、兼家はおとなしくなるだろうと思いきや、そんなことはありません。兼家の向上心というか権力欲は彼が死ぬまで続きます。次に兼家が考えたことは、さっさと火山天皇を上位させて自分の孫に皇位を継がせて関白になろうということです。この頃火山天皇は妃である
藤原の獅子との間に子供ができ、出産を待っていました。しかし、獅子はそのまま死んでしまいます。火山天皇はこれにショックを受け、こんな世の中は嫌だ。出家して獅子を供養したい。と考えるようになりました。ここで登場するのが、兼家の息子、道兼です。道兼は、クロードとして天皇の秘書のような仕事をしていたんで、普段からよく話をすることができる間柄でした。そしてとうとう二人で出家しようという話になるんです。そこで道兼はこっそりと天皇を元行寺まで連れて行き、火山天皇は髪の毛をすべて剃ってしまいます。すると道兼は、ちょっと一旦家に帰って両親に出家する前の姿を見せてきます。すぐに帰ってきますんで、と言って立ち去るんです。ここで火山天皇は騙されたことに気づきます。火山天皇が出家してしまえば、次の天皇は兼家の孫である安仁親王。一緒に出家すると言っていた道兼は兼家の手駒だったんです。しかし、この時気づいてももう遅い。すでに皇位の印である天の村雲の剣と八坂の勾玉は皇太子の元へと渡ってしまっていたんでした。この火山天皇上位までの動きを神奈の変と言います。こうやって安仁親王が即位し、一条天皇となり、これによって外祖父の兼家はついに摂政となりました。それではまた次の動画で。最後まで見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは日本史に出てくる場所を実際に歩いて学んだ情報を撮ってきた映像や写真を使って紹介しています。興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします。